はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、この破壊の代行者ヴィーナスというね、ぶち壊れモンスターを使って本日は宇宙を創造していきたいというふうに思っております。まあこれ新パックでなんかシルエット追加されていたぶっ壊れモンスターでございまして、これ何をするかっていうと、まあ、1、2の子がどっちかしか使えないんですけども、創造の代行者ヴィーナスを1体除外して特殊召喚するか、この2番目の方が500の倍数のライフを払って、払ったライフ500につき1体、ホーリーシャインボールを除外されているゾーンか自分の墓地から特殊召喚できるっていう効果があるんですよ。で、ホーリーシャインボールは、この効果で特殊召喚されると、デッキに戻るっていう、なんかすごい効果がありまして、この破壊の代行者ヴィーナスを、使って、ホーリーシャインボールをまた蘇生することができるんで、これで何ができるかっていうと、まあ、創造の代行者ヴィーナスっていうモンスターがそもそもデッキから弾を出してこれますんで、創造の代行者ヴィーナスの効果を3回使ってデッキから出して、で破壊の代行者ヴィーナスで墓地または除外ゾーンから戻して、でもう1回創造の代行者ヴィーナスの効果を使ってまたデッキから出すっていうことをすると、ホーリーシャインボールが1ターンで9回出るんですよ。はい、もう過労死しますね、ホーリーシャインボールさん。9回出されるとさすがに過労死と、まあ、ホーリーシャインボール労働基準法違反ということができますんで、まあ、これを今回はやっていきたい。で、ちょっとハリーファイバーがいなくなった関係で、ちょっと若干ルートが、弱くなってるかなと思うんですが、まあ、それでもね、弾をね、9回出せるのね、さすがに強いということで、今回は初動パターン3パターンあるんですけど、その3パターンから、めちゃめちゃに強い、まあ、動きを見せていきたい。で、1パターン目は、ま、創造の代行者ヴィーナス1体から。ですね。で、2パターン目は、2枚コマになっちゃうんですけども、デクレアラディバイナーと、それから、ま、聖域を張れる手札。まあ、例えばネプチューンであるとか、聖水であるとか、まあ、すびきしてる聖域、聖域とか、まあ、この辺のデクレラプラス、まあ、聖域みたいな、そういうハンドが2パターン目で、3パターン目が、アース、プラス、増上代行者ヴィーナスかネプチューンのどっちか。まあ、ここは、まあ、聖水でもいいんですけども、まあ、この辺の、まあ、コンボパーツをかき集めて動き出すことができると、まあ、一応相手の妨害がなければっていう、まあ前提ですけども、なんかありえない展開ができるんですよ。もうなんかエクストラからこの入ってるモンスターの妨害モンスターがめちゃくちゃ並ぶみたいなね、まあそういうなんかヤバすぎる展開ができますんで、まあちょっと今回はね、このギミックを使って相手の相手の盤面を完全に制圧して、まあ対話を拒否していこうというふうに思っております。でこのデッキ一応先行を取って制圧していくデッキなので、基本的にそのまあ妨害に弱い、非常に全部妨害踏むし、まあ、ニビリも踏むし、それからなんだ、増殖数字もきつい し、ウララもきついし、エフェクトベイラーもきついし、無限保有もきついという風になってますんで、いっぱい入れました対策カード、まあ、サウラビスであるとか、ハッキンレイであるとか、まあ、ハカナマスタツであるとか、まあ、この辺のカードをガン詰めしまして、なんとか先行で自分の展開を通していくというね、そういう構築になってますんで、まあ、ちょっとご了承いただければなという風に思ってます。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。はい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 、はい、なるほど。聖水通るか否か、ちょっと一回様子見ますか。聖水が通るとね、一番、最強の二面、代行者展開ができるんですけども、何もうららはなさそうだな。あと無限抱擁が一番きついか。一応これ召喚して、まあ、無限抱擁止められてもマジェスティあるんでギリ耐えるんです。あー、 OK、ない、なるほど。何もなければ世界を終わらせることができますね。宇宙を創造できます。はい、創造の代行者ヴィーナス、今から盤面に弾を9回出したいと思います。はい、ニブルめっちゃ踏むんでやめてください。で、ホーリーシャインボールをとりあえず3回出していきましょう。まず創造の代行者ヴィーナスの方によって、1500ものどでけえライフを払って、ホーリーシャインボールを3体特殊召喚、そして、ホーリーシャインボールにアースをチューニング、シンクロ召喚現れろ。なんでこういうのでしょう。ルイキューピット、はい、で、ルイキューピットシンクロ召喚成功時効果、レベルを上げて、でさらにルイキューピットの弾と弾でシンクロ召喚現れろ。うわー、マスターフレアキュペリオン、ハッケーイケメン。そしてルイキューピットの効果、シンクロ召喚になって墓地を送れると、シムロックが600くらいのモンスターを持ってこれる。はい、でこれで後で超雷流出しましょう。そしてマスターフレアヒュペリオンの効果を発動。このモンスターの効果によって
デッキから代行者を墓地送って、そいつの名前をコピーして、効果もコピーする。破壊の代行者、俺は破壊の代行者。破壊の代行者の効果、ライフポイントを1500払って500につき1体、ホーリーシャインボールを墓地か除外ゾーンから特殊召喚。はいはいじゃこれで6回目の弾特殊召喚ですね。はい、6回目の弾特殊召喚していく。そして、弾と弾でリンク召喚、これでムーもリンク召喚していく。ゴー。そしてムーの効果発動、マジスティがあるから、まあ、これ何でもいいんだけど、まあ、これ一応ネプチューンにしてみます。ネプチューンもうちょっと送っときますか。でですね、弾と、ムーンでリンク召喚して、セレスティアルナイトロードパーシアス、これ名前かっこいいよね、こいつを出していく。はい、でセレスティアルナイトロードパーシアスの効果、マジェスティヒュペリオンを墓地に送って、デッキから、代行者を持ってくれる。ちなみにこれ聖域があれば天使モンスターを持ってくれますんで、まあ、クリスティアとかね持ってきたりはできるんですけども、でちなみに破壊の代行者で出した、弾はデッキで戻るっていうのがぶっ壊れ性能しまして、でこれでまたソードの代行者ピーナスの効果を使って1500ライフを支払って、弾を9体目出していくと。はい弾過労死。そして弾と弾でリンク召喚、さあマスカレーナを出していく。これもねちゃんとね相手ランの妨害になりますからね。はい、で天使モンスターが、墓地へ送られた時にセレスティアルナイトロードパーシアスの効果っていうだから、天使モンスター一体を特殊召喚できる。あ、ちなみに墓地のカードを除外したからね。で、白代行者ウラノスを特殊召喚、そして特殊召喚除外されたネプチューンの効果、聖域を持ってこれる。そして弾とセレスティアルナイトロードパーシャスでリンク召喚。ちょっとこれ素材がね若干そのなんかもうちょっと多くなったら嬉しいなっていうのあるんですけども、まあさすがに他のモンスターが結構妨害として強いので、この2ストライのパンツ見ましたね、完全に今見ましたか、今完全にパンツ見ました。で3号でシンクロ召喚して、バレルロードサーベージドラゴンをシンクロ召喚、ゴーイエイ。で効果そうサベージュの効果でセレスティナルとロードパーシャスを装備、よし。そしてヌメシスコリドの効果を発動、除外されているネプチューンをデッキ持ちながら自信を特殊感、イカズチ族モンスターの効果が、手札で発動したので、超大竜が出てくるついでにしては強すぎないかこのモンスターついでにテニケルとしては強すぎるよな。でマジェスティヒュペレンの効果、なんか適当な転職モンスターを除外して自身を特殊化する。これは何でもいいか、これでいいか。で特殊召喚後、今一応妨害、まあ、これで大変なんですけども、妨害は、アポロウサのモンスター効果無効、それからマサフレアの除外、マスカレーナのフリーチェーンリンク召喚からトロイメアユニコーンとか、まあ、アストラム、それから超雷竜の、サーチ負荷、サベージの何でも無効みたいな感じですね。でサブラビス今一応手札にあるんで、無限法要とかは、まあ、1回だけケアできますみたいな感じですね。はい、以上。さすがにね、ここまで行くと相手結構サレンダーになりますまあちょっと展開通っちゃうと激肝ムーブみたいな感じになっちゃうんで、まあハリラドンみたいな感じで近いですね。ハリファイバーからのラドンみたいなあの動きに近い。あー、ビッシュだわ、さすがに無効かな。アポロウサ効果、アポロ効果、まあ、モンスター効果を無効にしていく。まあ、だって、こいつは別に最悪、いなくなっちゃっても大丈夫かなっていうね。マスカレーナが一応ね、フリーチェーンでリンクストアにできるんで、アポロウサ最悪言われそうだったら、アポロウサをリンクストアにしてトロミアに行くことを出しちゃえばいいんで、まあ、コストがちょっとあるかどうかは置いといて、サウラビスが今あるから、なんかちょっと置いといた方が強いですもんね。うん。エクレシアちゃんね、OK。いいでしょう。まあ、エクレシアちゃんもまあ無効にできるんで、まあ、そんなに関係ないかな。はい。エクレシア効果で、まず、アポロウサかな、アポロウサ。もう役目は終わりました。このパンチラ娘の役目は完全に終わりましたんで、まあ、あとはなんか、アポロウサ以外のところで、まあ、妨害していくっていう感じですね。まあ、ここまで通っちゃうと、さすがに相手きついんじゃないかって、冥王結界やとか、まあ、一滴とか、撃たれた時に、まあ、初めて、うわ、ちょっとやばいなってなるけど、まあ、一滴もなんかコスト足りねえかもしんねえけどな。刀剣士爆薬はまあ普通に無効だな。いや、除外したらいいか。除外しちゃっていいな。マスターフレアヒペリオンは、
なんか相手のカードの方が発動すると、墓地から天使を除外するとなんかフィールドのカードを除外できるよっていう効果があるんで、これで、双剣士バケを除外すると多分シンクロは今のところはまだできない。まあ、タイヤとか出てきたら、まあ、マスカレーなしゃべりか。マスカレーなしゃべりね。うん。でトークン出るのは別にいいや。全然ない。ああ、そうか、ビシダいのか。あーんと、これ対象取る。対象に取ってんな。あー、じゃあ、サウラビスかな。サウラビスで無効にした方がいいですね、これね。まあ一応、トロイメンユコーンの、まあ、結構コストなくなっちゃうけど、まあ、はかーな。まあいいか。まあいいや、じゃあ。じゃあいいや。超雷竜が戻るのはまあいいや。OK。了解。超雷竜が戻っていくのはまあそんなに痛くない。はい。まあサーチできるけどどうぞ。さあどうしますか？あー、はい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 。まあ、別に通しちゃってよくて、まあ出てきたやつを無効にすればいいので、まあ、龍炎かなんか持ってこられようとしても、まあ、サベージで龍炎の効果を無効にしちゃえば関係ないから大丈夫だね、もうね。これ、お相手氏多分ほぼ積んでますね。まあ、龍炎の効果が発動したところでサベージで無効にされるのがオチなので、ああ、まあそうなりますよね。はい。これがクソゲーです。これがいわゆるクソゲー。まあ、大後者はね、展開通っちゃうとこうなるんで、展開通んないようになんとかするしかないです、基本的には。で、マスターフリア・ヒュペリオンの効果を発動して、まあヒュペリオンの効果をコピーして、マスターフリアはマスターにもなれるということですね。はい。で、マスターフリア・ヒュペリオンの効果で、なんかありますね、これ。なんですか、これ。なんか、ここのチェーンするのなんだ？ちょ、なんでもいいや。そのトークンは処理は、一回。で、アポルーサのなんか攻撃力ゼロも、なんか棒立ち大丈夫ってなるじゃないですか。なんかアポロウサ天使なんですよ。だから天空の聖域であのセントダメージゼロになるんですよね。うん、このなんか棒立ちゼロもケアできてるっていう神一騎。相手よくされんだしなかったの。おゴミカスストレッキアを見てくれてありがとう。おかげで動画で使えるわ。ストレッキ製造がはかどるわ。まあ誘発ケア結構できるので割と強いは強いな。デクレラディバイナー召喚ディバ聖水あるから、あうららはね、うららは無理だね。これ使わずはやな。ここからのね増殖する G って言われるのが一番きつくて、めちゃくちゃ特殊召喚するんですよこのデッキ。なんかもうありえない量の特殊召喚するから増 G バッチクソ重いんですよね。一応、増地先打ってくれるんだったらさ、うらら打って、なんかみたいなことできるんだけど、ここからの増地はなさそうだから大丈夫か。とりあえず、トリアスヒエラルキーを墓地送る。デクレラディバイナー単体だとちょっと展開が伸びないので、聖水でネプチューンを持ってくるか、または、天空の聖域っていうカードがあって、あ、それがあれば、あの、展開が伸びるという話です。あれです。ロードパーシアスでサーチしてくるモンスターを破壊の代行者ヴィーナスにしなきゃいけないんですよ。この展開だと。なので、破壊の代行者ヴィーナスを持ってくるために、ロードパーシアスのね、サーチするときにね、聖域が必要なんだよ。フィールド魔法の。なので、まあちょっとそこだけ注意ですね。まあ、とりあえずいつもの、このデクララディバイナー展開はまああんま変わんなくて。で、これでマスターフリア引けるんだろ。で、マスターフリアヒュペリオンの効果発動する。で、代行者ですね、まずは。創造の方の。はい。で、創造のオバハンを落として、で、私創造でーすって言いながら、宇宙を創造していく。はい。で、ホーリーシャインボール。ホーリーシャインボール。オーケーオーケー。ちなみに一応誘発ケア枠結構いっぱい入れてるんだけど、このデッキ。言ってね、ぶっちゃけそんな強くないっす。このデッキ。通ればもちろん強いけどね。うん、展開が。なんかトマラドンに近いね。どっちかっていうとトマホークラドンの展開に近い。なんかやってることはめっちゃ強いけど展開通んなかったらマジでゴミみたいな、まあ、そのタイプのデッキかなっていう気はしますね。はい。で、マジェスティを落としまして、で、マジェスティの効果発動。ここでネプチューンを除外すると聖域持ってこれるんですね。
はい、で、在庫ネプチューン効果で聖域持ってきて、で忘れないうちに発動していきましょう。でロードパーしやすさを出していく。今創造の代行者がいるじゃないですか、フィールドに。あのマサフリアね。なのであと破壊の代行者ピーナッツもどうせバニー用意するからなんですよ。でもうマスターフレア使っちゃってるんで、もうロードパーシアスの方から出していくしかないんですよね、基本的には。なのでここで聖域があるから、この破壊の代行者持ってこれて、この破壊の代行者にね、天空の聖域って書いてないから直接はスタージできないんですわ、ロードパーシアスから。なんで天空の聖域を貼んないといけないっていう。貼ると天一足なんで持ってこれるか。あ、でロードパーシアスの効果でなんでもいいんだけど、ホーリーシャインボールを除外してさっき持ってきた赤いの代行者を出していくと。で盤面がを開けたいので、リンクスパイダーとロードパーシアスでリンク召喚してマスカンじゃない、アポロウーサーを出していく。はい、でこれでフィールドもゾーンが3個空いたんで、破壊の代行者ヴィーナスとかいう最強モンスターを使って1500ライフを払って、除外されているまたは墓地のホーリーシャインボールを、出していく。4体目、5体目、6体目と。で、破壊の代行者ヴィーナスで出してきたボールは、墓地を食らえる場合は、デッキに戻るという効果がありますんで、なんかここで、テクジュナス、ハイパーライブラリアンを出して、はい。で、ですね、ブーテンの効果で、トークンをチューナーに変えます。はい。で、チューナーになってるやつを使って、累級出して、あ、マスターフレア先のかったかな。マスターフレア先できろっていうか、ちょっとこれ1枚引いちゃうかもしんないけど、これね、順番間違えました。マスターフレア先の方が厳密にはいいです。で、ルイキューピットの効果レベルを上げましょう。6にして、相手なんもないからいいよね。はい、でレベルを上げる。でハイパーラリアライブラリアンでワンドロー。ここでさ弾引いちゃうかもしんないから、まあ、なるべく先に出した方がいいんだよね。で、ソーサル対抗者ピーナス単一ないので、もう一回戻った球をデッキから出していくスタイル。はい、あまりにもぶっ壊れ。これって7体目、8体目ですか。8体目の球を出していく。はい。8体目の球っていう言い方おかしいよ。で、ホーリーシャインボールとホーリーシャインボールで、マスカレーナをポン出しして、はい、でもう一発創造の代行者ヴィーナス使って球を出して、はい、イエイ。で、球と累級でシンクロしてサベージ、はい、ゴー。もうここでだいぶやばいけどな。でサーチ入れるのとドローすんのと、装備すんのがチェーンする。これ一応サーチがチェーン2の方がいいか。なんかドローするの最後の方がいいね、一応聞いちゃうかもしんないから。あ、まあどっちもいいけど、これだったらちょっとチェーン順番は皆さんよく考えて、チェーン順番考えるようにしましょう。で、ドヤ顔で、ブーテンかヒルラルキア戻して、でコリドーから超雷雨出すと。はい、ここまでです。デクレアラープラス聖域が持ってこれるハンド、まあ、ネプチューンか聖水か、聖域のどれかのハンドラとここまでいきます。どうですか。サレンダーすると思います相手。まあ冥王結界派ないと無理じゃないかな。もうほぼもう手札5枚腐らせることできるんですよね、これ結構。まあそもそも超ライド出てるから割と不安だりとか殺せますし、言ってたら来たー。いいけどイーグルンは。いや、これあれかな、ランク1してくるやつかな。これランク1してくるとまずいので、地図ちょっと一回除外しておきますか。はい、一回地図除外で。まあ大丈夫だけどね、レベル1みたいなんで、ダイレクトからのダウナードアーゼウスがワンチャンあるんで、まあ、ちょっとそこだけ注意って感じなんですけど、まあ多分、まあ、ほぼ大丈夫。アーゼウスされても、まあ、こうなるんですよね。いやー、遊戯王は先行制圧だね、やっぱりな。なんか代行者使ってると割とあれだ、受験勉強機を思い出しますね。はい、なんかいくつかの初動パターンあって、まあ、それの通りに動かしていくっていう感じなんですけど、
あの受験勉強の時もなんかあの解き方の解放みたいなのだったじゃないですか。なんかあれを思い出します。あのアースネプチューン代行者の、まあ、パターンなんで今回これは。なのでまあこれ真剣ゼミでやったと思うんですが、皆さんもね、これはウラヌス持ってきたらいいか、でネプチューンで、まあ、代行者を出していくという、まあ、流れですね、はい。ちなみにこれあのネプチューンを止められると、まあ、かなり厳しくなるんで、まあ、普通にあのその代行者ヴィーナスからなんかその発動するっていう一応まあなんだあの、まあ、ケアルートじゃないけど、まあ、一応そういうこともあります、はい。外代行者ヴィーナス1枚ムーブもできるんでね、とりあえず弾出して、まあ、あとはあのなんか誘発なそうなんでお決まりの展開をしていくだけですね。さあ対戦よろしくお願いします。ゴミだなこのデッキ、相変わらず相も変わらずゴミだわ。天空の聖域を発動、妨害数なんか1、2、3、4、5、まあ一応あの将来流含めて将来流1と数えるのは6妨害ですね。うわやばいやつ来たこのデッキの弱点を、お伝えするのを忘れておりましたね。冥王結界派バチクソきついですビビるぐらいきついです。全部盤面前盤面のモンスター妨害になってまして、冥王結界派みたい なんか1枚でモンスター効果全部無力化するみたいなカードめちゃくちゃ弱くて、まあ、一滴は相手も結構コストを払うから割とランとかなんかなることあるんだけど、妨害がめっちゃ多いから、あのね冥王結界派はね1枚で全部持ってかれるんで、妨害をマジできついです。アナコンダ、あ、でもアナコンダだったらもう許そんなか、ヒーローからアナコンダだったらデスティニーしか出てこないでしょ多分。はい、あエアーマンね、あ全然いいよ、ああ全然全然いい。でアナコンダ、いやデスティニーテールだったら全然いけるわ、それは大丈夫。あ違う、ネオスフュージョンだネオスフュージョン来た、やばい、これマジの渋滞じゃん、マジ渋滞来た、これ何出てくるやつ、それはやばい、やばいぞ、融合祭だからレインボードラゴン送らせたぞ、まずいやつ来た、いや出たやばいの来たー、やばい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 、ああ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 冥王結界符ってことだ、冥王結界符っていうから一応耐えてるわ、いやでも耐えた、ああ強いな、ハット冥王結界波あってるからいけんじゃねえ、これかこれか勝てんじゃねえこれ、いやね、まあ、取りやすいやる気が起こるじゃないですか、いやこれワンチャンありますね、ネオスフュージョンで一回耐えるぞ、やるね、あぶねえ、冥王結界波なんかぶち込まれてどうなることかと思ったけど、なんかレインボーネオス単体だったらね多分いけるねこれ、デクレアラーディバイナーでブーテン出しましょう、で重心としてバロネスいきましょう、こことここでバロネスして、で多分レインボーネオスっていうのがネオスフュージョンで出てきてて、でネオスプラスレインボーだからネオスフュージョン耐えれるんですね、でバロネス効果発動して、まあ、一応相手のス破壊してるんだけど、またネオスフュージョンで耐えてくるよね、うん、じゃあマスター行こうで除外して勝てそう勝てそう、ではこの盤面を処理しましょうみたいなカード使われたけど、いったよし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 よ